首都圏等消費者交流事業オンラインツアーお米日本酒コースを開始いたします。安全な農林水産物を提供する福島県の動画を放映します。9分ほどの動画になります。福島県農林水産物の検査体制ギャップやハサップの取り組みについてご紹介します。どうぞご覧ください。福島県は東京からおよそ200キロ、新幹線で1時間20分ほどの距離です。人口はおよそ176万人、面積は1万4000平方キロと日本で3番目に大きな県です。浜通り、中通り、会津の3つの地域に分かれ、それぞれ美しい自然、多様な歴史、文化、温泉など魅力にあふれています。福島県は全国有数の農業県で、さまざまな農林水産物が生産されています。安全で美味しい農林水産物を食卓に届けるため、作付けを行う前やその後の生産・流通段階において国や県、市町村、生産者や流通・販売事業者が連携し、さまざまな取り組みや安全を確保するための検査を進めています。その上で安全が確認された農林水産物のみが流通しています。福島県の農業の復興のため、福島県農業総合センターではさまざまな研究に取り組んでいます。原子力発電所の事故により放射性物質が飛散しましたが、屋外の農地についてはさまざまな研究により放射性セシウムの特性を分析し、作物に対して放射性セシウムの影響が限りなく少なくなる方法を確立しました。まず放射性セシウムは土壌の粘土鉱物に吸着し、作物には吸収されにくいこと、また土壌表面の5センチ以内にとどまっていることが分かりました。これにより農地からの放射性物質の影響を減らすには、表面の土を削り取る強度削り取り、表層の土と深い位置の土を入れ替える反転耕、農地を通常より深く耕す深耕の3つの手法が有効と分かりました。作物の成長にはカリウム、窒素、リン酸の3要素が必要です。作物は土壌中のカリウムが少なくなると、カリウムと似た性質のセシウムを吸収してしまいます。このため肥料であるカリウムを土壌に施すことで放射性セシウムの吸収を抑えることができます。さらに果樹の場合は樹皮にセシウムが付着していることが明らかになり、樹木の洗浄や樹皮の削り取りなどで大きな効果があることも分かりました。また畜産では県や関係団体の職員が農家を訪問し、飼育状況や餌を確認しています。それに加えて生きたままの牛の放射能測定ができる装置を開発しました。これらの研究成果を実際の生産現場で活用することで、作物が放射性セシウムを吸収することを防ぎ、安全な農産物を生産しています。次に
福島県農業総合センターで行っている放射性物質モニタリング検査について紹介します。国が定める食品の放射性セシウムの基準値は 1kg あたり一般食品100ベクレル、原乳50ベクレル、飲料水10ベクレル、乳児用食品50ベクレルと世界でも厳しい値となっています。福島県では県産農林水産物の出荷前にゲルマニウム半導体検出器によりモニタリング検査を行っています。それでは福島県農業総合センターで行われている検査手順についてご紹介します。まず採取計画に基づき検体を採取します。その後土や泥を落とすなど下処理をしてから搬入します。搬入された検体の資料番号や生産された市町村などを確認します。検査室に入る前に外部汚染がないことを確認します。検体を測定容器に入れます。その後分析室にて検体のデータを入力、ゲルマニウム半導体検出器で測定します。福島県のホームページではモニタリング検査の結果を公開しています。福島県の農林水産物の安全性を証明するこの検査の様子をこれまでに国内だけでなく海外からも多くの人が訪れ視察しています。福島県では平成23年4月以降魚介類の放射性物質濃度についてモニタリング検査を実施しています。平成27年3月には衛生管理を強化した新しい小名浜魚市場や超低温で保管可能な冷凍冷蔵施設などが完成し一歩一歩復興に向け前進中です。いわき沖では試験操業が平成25年10月18日から16種を対象に開始され、その後安全性を確保しながら魚種、漁法、漁場を順次拡大し、令和5年9月14日現在では244種の魚介類を対象に行われています。なお福島県で水揚げされた魚介類は出荷する際に魚種ごとに検査を行い安全性を確認しています。安全安心な農林産物の取り組みとして農林水産省ガイドラインに準拠した福島県が認証する新たな制度が FGAP です。GAP とは農業生産工程管理の略で、食品の安全や環境保全などご覧のような実践項目が FGAP の特徴です。また福島県独自の衛生管理モデル福島 HACCP も実施中です。 HACCP とは国際的に認められている食品衛生管理システムで、福島 HACCP とは食中毒や異物混入など一般的な HACCP の基準に加え、福島県特有の課題である放射性物質の管理に対応した県独自の衛生管理手法です。食品中の放射性物質に関する検査結果など気になる情報を受け取れるようになります。福島県の取り組みについてご紹介いたしました。一つ一つ実現する福島。さあ、続いては食とトリチウムに関するお話です。近畿大学原子力研究所教授山田隆弘先生よりご説明いただきます。本日はオンラインでのご出演になります。山田教授、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、近畿大学原子力研究所の山田と言います。今日はですね、トリチウムの話、少し10分ほどお時間いただきまして、私の方から、ご紹介させていただきます。ではアルプス処理水について知ってほしい3つのことということでですね、お話しさせていただきます。まずこのアルプス処理水とはどういうものかということなんですけども、実は原子力発電というのはですね、ウラン、これを燃料にしております。でこのウランがですね、核分裂を起こして2つないし3つに分かれます。まあ、その際にですね、膨大な熱を出します。この熱によって水を沸かしてですね、蒸気を作ります。でその蒸気で足袋を回して発電するというのが原子力発電です。で一方でこの核分裂してできたもの、これはですね、多くのものが放射性物質ということになります。まあ、通常の原子力発電所ですと、これが燃料棒の中にですね、閉じ込められた状態にあります。まあ、ところが、皆さんもメルトダウンとお聞きになったことあるかもしれませんけども、まあ、今回の福島県の事故ではですね、このメルトダウンを起こして、まあ、燃料棒が破断してしまっているわけです。で、まあ、原子炉の中でその放射性物質がですね、まあ、出てしまったような状態になっています。またこの放射性物質とは熱を出しますので、これは水で冷やし続ける必要があります。まあ、この水は放射性物質のところを通りますので、放射性物質で汚染されてしまうわけです。まあ、これ汚染水ということになります。まあ、この汚染水をですね、このアルプス、まあ、アルプスというのはこの処理装置ですけども、まあ、いわゆるフィルターのようなものです。このフィルターを通すことによって、この汚染物質を取り除くと。まあ、これ取り除いたものがアルプス処理水と呼ばれるものです。ところがですね、このアルプス処理水で取り除けない放射性物質がございます。これがトリチウムということになります。じゃあこのトリチウムというのは何かと言いますと、ここに書いている通り、実は水素です。で、物のですね、元素というのは原子核と、周りに電子がある形になっておりますけども、その原子核の中に陽子が1個あるもの、これが我々の身の回りにたくさんある水素ということになります。一方で、この原子核の中に陽子だけではなくて中性子、これが2個入ったものがございます。これはトリチウムと言いまして、これは水素なんですけども、放射性の性質、すなわち放射性物質を出す、放射性を出す性質のある水素ということになります。で、これが処理水の中に含まれているんですけども、じゃあこういったものを我々の周りにもともとないかというと、そうではなくてですね、我々の身の回りに実は自然界にもともと存在している放射性物質の一つということになっています。かつ水素ですから、これは酸素とくっついてですね、水の形態を取りやすいということになって、我々の周りにも存在しています。で私は自然界存在すると言ったんですけども、どういった形でこれが存在するかというとですね、実は自然界にはですね、宇宙からたくさん放射線が降り注いでいます。宇宙線と言いますけども、この宇宙線と大気ですね、大気窒素とか酸素、こういった物質とですね、反応を起こします。でこの反応を起こすことによって、トリチウムが、生産される、生産され続けているということになります。また中にはですね、ここに書いているこれですけども、これは1960年代には大気圏で核実験が行われていました。その時に大気中に放出されたトリチウムというのが存在しています。実はこの量は非常に多くてですね、ここに書いている 240E というのはこれ X さん、10の8乗という量なんですけども、ベクレル当初存在いたしました。この放射性物質というのはですね、減っていってどんどん安定なものに変わっていきます。このトリチウムというのは12年で半分になる性質を持っていますので、今現在はこれが5まで減っているんですけども、それでも5エクサベクレル、この自然界にですね、核実験をしたときに放出されたものが残っているということになります。これと合わせて宇宙から降り注いで常に生産されているトリチウム、こういったものであるとかですね、あとこの地球上から出てきているものもありますけども、実はこれコンシューマーグッズという書いてありますけども、これは例えばですね、有名なのは腕時計ですね、腕時計のヤクルト量などに使われたりということがありますので、トータルとしてこのぐらいもともと自然界に存在しているというものです。でこれが健康への影響が懸念されるところなんですけども、ここでは影響は心配ありませんとされています。それどういったことかと言いますと、まずこれ水の形態で多くいますので、我々の中にですね、これ取り込んだとしても、これ取り込んだものが溜まっていくということではなくて、我々代謝してますので、体の中の水分というのはどんどん入れ替わっています。ですので、蓄積性はないということになります。
あと、まあ、皆さんも放射線というと、放射線被曝、外からこう放射線が当たるイメージを持っていらっしゃると思うんですけども、まあ、実はこのトリチウムから出てくる放射線というのは、まあ、放射線の種類のベータ線というもので、まあ、比較的透過性が弱いもの。かつですね、その中でもかなりエネルギーが低いものですので、もうこの皮膚の中にも通っていけないものですので、まあ、実際外からこれ、被曝することもないといったことで、まあ、影響はあまり懸念されないというふうにされています。まあ、我々が自然界にはですね、放射性物質は実はたくさんありまして、こういったものから、自然界から被曝を我々もともと受けています。それが、まあ、単位で言うと、このミリシーベルト、ミリシーベルトというのは、まあ、その放射エネルギーが、まあ、どれだけ我々吸収しているかというふうに考えてもらえばいいんですけども、まあ、その数字が年間約 2.1 ミリシーベルトというふうにされています。一方で、じゃあトリチウムからの被曝というのはどれぐらいになるかというと、もともとがですね、この 0.00000049 と、まあ、極めて小さい数字であるということは分かっていただけるかと思います。で、今回ですね、まあ、このトリチウム、海洋放出始まっておりますけども、まあ、実際これ海洋放出されたときに、じゃあこの被曝量が上がるのかということが懸念されるわけですけども、まあ、なかなかこういったものがどれぐらい上がるかっていう試算することは難しいんですが、まあ、いろいろその評価されているのがあります。まあ、実際にただ、この数字がですね、たとえ10倍、100倍になってもですね、この 2.1 ということに対して、まあ、ほとんど影響しないということも、感覚的に皆さん分かっていただけるかなというふうに思っております。まあ、そういった意味では、タンクに溜められているものをですね、これ希釈薄めてですね、放出することによって、まあ、実際に海洋中にある、その、トリチウムの濃度が、まあ、我々の今の水道水にもこれ、自然界にありますので、トリチウム含まれています。まあ、それと同等レベルにするといったことで、まあ、こういった被曝を、量もですね、もう限られたものになると、まあ、ほとんど変わらないということが、まあ、まあ、想定されるということになっております。先ほど、ご説明したようにですね、まあ実際タンクの中にあるものは、トリチウムというのはそのごく一部ということになっています。まあそれを薄めて、海洋放出今されているという状況です。まあ実際にこの海洋放出されるもの、タンク溜められているものですね、こういったもののモニタリング、放射能を測ったり、まあ実際海洋に出たもの、これ実際海水を取ってですね、分析してですね、まあトリチウムの濃度にどう変化していないかといったことも調べられているということになっています。で、まあ、このことに関しましては、最初の国文課長からもですね、ご説明があった通り、まあ、少し、海外からもですね、懸念を表明している、周辺国などありますけども、まあ、実は、このことというのはですね、原子力発電を行っている限りですね、まあ、実は、どこの国でも、こういったトリチウムというのは放出されているといったことになっています。ですから、まあ、日本が特別なことではなく、かつ、まあ、日本でもこの事故が起こる前からですね、原子力発電所の運用にあたって、まあ、トリチウムの放出というのは行われていました。まあ、こういった中で今回処理水の放出がなされているということになります。で、まあ、今でもですね、もう数回にわた分けられてですね、まあ、このトリチウムを含んだ処理水が放出されているわけですけども、まあ、実はまだこれタンクに溜まっているものすべてですね、今全部放出されるわけではございません。計画的に今後、続けられていくということになっています。まあ、その一つはですね、ここに示しましたように、実はまあさっきのアルプスを通してもですね、まあ、完全に取り切れるわけ、いろんな放射物を取り切れるわけではありません。ですので、これはまあ繰り返し、そういった処理装置を通して、濃度を下げて、まあ、法律に定めた値、濃度以下になるようにしたものが放出されるということになっていますので、今後もその処理がし続けられてですね、こういった放出が計画的になされるということです。まあ、こちら、東電さんの Twitter X ですかね、今までのページになりますけども、まあ、実際ね、こういったことの、生態影響といったところで、実際、まあ、そういった処理水を含んだですね、もので、こういった、養殖したときに、まあ、変化が起こるかと、まあ、そういったことをもう、調べられたりとかですね、まあ、研究レベルでも様々、そういった、まあ、例えば海水のだけじゃなくて、海産生物に関しても、モニタリングしてですね、蓄積されていないというようなことを調べたりといったこともなされています。まあ、この取り組みに関しては、国際的にも注目されておりますけども、皆様も IAEA と、お聞きになったことがあるかもしれません。まあ、今回のウクライナのことでもですね、注目されておりますけども、まあ、IAEA というのはこの、まあ、原子力の平和利用を推進する国際機関でありますけども、
さあ、この IAEA はね、これ、このページはですね、IAEA のページそのものなんですけども、まあ、このようにですね、処理水の放出に関してですね、まあ、IAEA がこういった取り組みに関してですね、公表しているということでございます。まあ、先般も海水をですね、独自にサンプリングして分析するというような報道もなされていましたけども、まあ、こういったこともですね、我が国の方から IAEA の客観的な評価を求めて、まあ、透明性を持って行っていくということが表明されているところでございます。はい、簡単でございますが以上でございます。はい、ありがとうございました。食とトリチウムに関するお話、近畿大学原子力研究所教授の山田隆博先生にお話いただきました。山田先生、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。一つ一つ実現する福島、こちらの特設スタジオには日本史アドバイザーの鈴木健二様にお越しいただきました。鈴木さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、ここからは福島の日本史についてお話しいただきたいと思いますが、はい、日本酒、先ほどからいい香りがしているものが私のところにも届いているんです。さあ、皆さんでここで乾杯をしていきたいと思います。皆さん、お飲み物の準備はよろしいですか？はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか？声高々に参りたいと思います。さあ、それでは皆さんで乾杯。はい、ありがとうございます。いただきます。あー、おいしい。私がいただいたお酒は皆様のところにもお送りしております、誉酒造の純米大吟醸、播州産の山田錦を使ったお酒ということで、こちら、まあ、鈴木さんもよくご存知だと思うんですが、はいはい、ロンドンで毎年開催される世界最大のワインの品評会、インターナショナルワインチャレンジの酒部門において2015年876銘柄の中から最高賞のチャンピオン酒を受賞しているお酒で、2016年に開催された G7 伊勢志摩サミットでは、当時の安倍首相から各国の首脳へのお土産の一つとしてお送りになったお酒ということ。ああ、美味しい。なんかすごくこのあたりが温かく感じます。ありがとうございました。さあ、それでは鈴木さん、まず自己紹介といいますか、はい、皆様にプロフィールのご紹介をよろしいでしょうか。お願いいたします。そうですね、はい、はい、私ですね、名前鈴木健二と申します。はい、現在はですね、福島県の酒造組合の特別顧問というものと、あと福島県日本酒アドバイザーというのをさせていただきまして、そしてですね、福島県内のお酒が美味しくなるように、技術的な支援をさせてもらっております。はい、福島の皆さん、全国的にも、鈴木さんはもう日本酒の神ということで、金賞の、ね、お酒をたくさん取るためにはまずは鈴木さんのもとへ訪れろと言われているぐらい有名な方でいらっしゃるわけですが、まず鈴木さん、はい、福島県の日本酒の歴史についてお話しいただけますか？はい、そうですね、福島県の日本酒ですけども、ちょっとした黒歴史がございまして、はい、平成2年の、全国新酒鑑評会ではですね、金賞受賞数が0錠という、そういう早いある成績を取ってしまいましてですね、はい、でただ、それはなぜかと言いますと、その当時ですけども、福島県ではですね、今いわゆる2級酒、つまりレギュラー酒ですね、それの製造が盛んで、それでですね、あまり高級酒の作り方っていうのがあまり分かってなかったんですね。はい、そこからいろいろやりましてですね、はい、幸いでございますが、平成18年に初めて金賞23錠取りまして、日本一にこうなったという、そうなんですが、はい、はい、さまざまな歴史があったということで、はい、私黒歴史の方は知らなかったんですけれども、はい、そのような時を経て、はい、福島県の日本酒は昨年度まで、はい、全国新酒鑑評会で9年連続金賞受賞グラス、はい、日本一を取り続けました。はい、今年は残念ながら、はい、お隣の山形県が金賞受賞グラス日本一となり、はい、10年連続とはなりませんでした。はい、下が14の銘柄が金賞を受賞したということで、9年連続日本一を続けられた要因というのはどんなところにあるんでしょうか？はいはい、そうですね、やっぱり福島県にはですね、やっぱりその平成2年に金賞がなかったっていうこともありましたけども、やっぱり勉強しなくちゃダメだっていうことがありましてですね、でそれで平成4年から
福島県清酒アカデミーって言いましてですね、はい、人材育成が始まったんですね、はいはい、そしてやっぱりその後にですけども、まあ、平成7年からなんですが高品質清酒研究会、まあ、通称金取り会って言いましてですね、はい、金賞を取るための研究会、これが始まったんです、はい、そして、まあ、その後いろいろありましたけども、だんだんこの金賞をこう取るための、まあ、技が確立しましてですね、そして最終的に、まあ、平成14年からなんですけど、はい、私がこのこう福島県吟醸酒製造マニュアルっていう、はい、これを作りましてですね、はいはいはい、まあ、これを作りまして、まあ、いわゆる虎の巻ですけども、はい、これを、まあ、使いましたら、はい、うまくですけども平成18年には、うん、金賞受賞数で日本一になったという話で結果になりますなってます。はい、そうなんですね、はい、まあ、18年から9年連続ということですけれども、はいはい、この金賞を受賞するのと、はいはい、受賞していないのとではやっぱりお酒の売れ行きといいますか、はい、その酒蔵さんに対する、まあ、はい、なんて言うでしょう、勲章ではありますけど、やっぱりだいぶ違うものになるんですか。はい、ですね、実はここがすごいこう福島県の方がバックアップしてくださってですね、はい、やっぱり金賞取りますと本当にこうそのお酒みんなこう売れるんですけれども、はい、まあ、ちょっとこう逃してしまうとちょっと残ってしまうとかっていうふうに、はい、そんなになるんですね。はい、それだけその新酒鑑評会で金賞を取るということは難しいことでもありますが、はいはいはい、名誉なことでも。そうですね、はい、はい、やっぱり全国新酒鑑評会っていうのはどこのお酒か全然分からなくて、はい、それでまあなんですかね、審査員が審査して、そしてまあ結果的にその、まあ、点数が良かったので金賞になるとかっていうふうになりますんで、はい、やっぱりもう全然こう第三者の評価っていうんでしょうか、これは非常にこうね高いものがあるかなというふうに思いますね。そうですか、はい、さあ今ちらっと画面の方にも映していただいたんですが、はいはい、まあ、お酒の学校のお話、はい、そしてお酒作りのマニュアルがあるということでお話いただきましたが、はいはい、まずそのお酒の学校についてお話、はい、詳しく伺ってもよろしいですか。そうですね、はいはい、福島県こう清酒アカデミーっていうこうね学校がありまして、はいはい、大体今、ね、年間10名ぐらいずつ、入ってきましてですね、はいはい、これはどのような方が、これはですね、酒蔵に勤めてる、まあ、従業員の方とか、はい、あと酒蔵の、まあ、息子さん娘さんたちが、はい、入ってくる来られるんですけども、まあ、いわゆる蔵を継いでいくような後継者の皆さんですよね、はい、そうですね、はいはいはい、どんな勉強をするんですか。はい、ですね、やっぱり基礎的なっていうことじゃないんですけど、はい、こう例えば微生物学ですとか、まあ、日本酒っていうのは酵素とか関係しますので、はい、酵素学とかですね、まあ、そういったものから結構面白いものではですね、聞き酒っていうのを非常に勉強します。はい、でも先日私もやったのはですね、はい、缶酒セミナーとかってやりましてですね、お酒をこう保管してですね、温度によってどんな味わいが変わるとか、はい、あと面白いところではこう器によってどんな風に味が変わるとか、まあ、こういったこともやってますね。そうですか、はい、じゃあもう本当に微生物のお話から、はい、もう仕上がったお酒をどうやって楽しむのかっていう、はいはい、そうですね、そういったことも勉強されるわけですね、はいはい、そして気になったのが、はい、今お手元にあるお酒作りのマニュアルなんですが、もうこれさえ手に入れば、はい、もう金賞を受賞できると言っても過言ではないわけですよね、はいはい、きちんとこの通り作ってくれる話なんですかね。はいはい、ちょっと画面の方に先生、はい、もう一度ちょっとアップしていただいて、はい、 ね、はい、これ普通はの門外不出といいますか、はい、あまりこう見せたくない、 そうなんですよ、はい、そしてまあ今回ご参加の皆さんも東京だったり埼玉だったり県外の方が多いですから、はいはい、まあ、そういったこう県外に出してはいけないようなものに感じるんですが、そうではないんですか。はい、ですね、一応私は県内の蔵にしか配っていないんですけども、はい、なぜかですね、この県内の蔵がですね、まあ、県外のお友達のお蔵に、はい、でそこになんかちょうどですね、これ私片面釣り2枚なんですよ、はいはい、でこれはなぜかっていうと壁に貼っといてしょっちゅう読みなさいっていう意味でなんですけども、まあ、ただこれ片面釣り2枚がいいことに、これファックスするのにちょうどいいんですね、これ。なるほど。で県外のお友達のお蔵に遠慮なくこうファックスしちゃうんですよ。あららら、
ららら、はい、じゃあもう福島県の、はい、まあ、その清酒アカデミー、はい、本来は受講されている皆さんだけのものかと思いますが、はい、じゃあ県外でももしかしたらご覧いただいた酒蔵の方もいらっしゃるかもしれない、うん、そうですそうです、あの全然知らないですから酒蔵に先生のマニュアル読ませてもらってますみたいな話もありましてですね、それはちょっと危ないですが、はい、なんかちらっと見ると、はいはい、右上に15万円って書いてあるんですが、ですね、はい、これ、まあ、ここ販売してるんですか、はい、いえ、ですね、結局ここに一、はい、最初は10万円って言ってたんですよ、はい、それなぜかっていうとそのファックスする人間がいるので、だから安く見られると嫌だなと思ってかえって定価をつけたんですが、はい、そしたらそれがですね、こう公務員時代に上司にバレまして、それはそうでしょう、はい、そして怒られましてですね、こう消しなさいって言って消されたんですよ、はいはい、それでもう今フリーになりましたから、はい、もうですからもう定価を上げ て、はい、15万円っていう、はいはい、そうですか、はい、じゃあもうこれ使ってお酒作りされるという方は、はい、もうあの、はい、教会の方、学校の方に15万円払っていただかなければいけないかもしれない、はい、いや、まあ、ほとんど冗談なんですけどね、冗談で、はい、ただ安く思われたくないっていう、それだけ、ね、そうですよね、ここまでの研究だったり、はい、そういったものがね、すべて書いてあるもう本当にマニュアルになると思いますので、はいはい、そういった存在も、ね、はい、お話しいただきました、ありがとうございます。では先ほどですね、はい、あの三択クイズで福島県のオリジナル酒造公的米のクイズがございましたが、福の香ということで、この福の香についても、はい、まあ、開発に至るまでの経緯などお聞かせいただけますか、はいはい、そうですね、あの福の香はですね、本当にあの福島酒50号っていう最初は名前だったんですけども、それでですね、あの私の前にいた職場で、はい、あのお酒の、あ、お酒の、あの酒米の、あのそうです、まあ、王様って言われる山田錦を、はい、山田錦を、まあ、まあ、なんて対象としまして、そしてあの仕込みましてですね、まあ、3年間やったんですけども、はい、そうしましたら3年のうち2回勝ってるんですよ、山田錦よりも、はい、なので味はすごいっていうふうに分かったんですが、はい、ただやっぱりちょっとこう割れやすいなとかちょっと溶けやすいなっていうのがありまして、それでやっぱりこれデビューさせるのは問題かなと思ったんですが、はい、ただあのちょうどですね、2020年にあの東京オリンピックが開催予定になりまして、はい、まあ、実際2021年開催でしたけども、あのそれで2015年にですね、知事の方から必ず福島県のオリジナル酒造公的米で、新しい酒造公的米で作った酒をオリンピックまでに完成させろっていう命題が入ったんですよ。大変、はいはい、まあ、それでですね、もう今から育種してたんでは無理だということ で、うん、でこれそれまでで一番良かったお米ということでこの福島酒50号を、はい、まあ、ということに、まあ、ターゲットを絞りましてですね、そしてまあ、まあ、なんですか、あのお米をたくさん作ってもらって、うん、あの酒蔵の方に、はい、まあ、試験醸造という形で試験してもらったんですが、そうしましたらですね、やっぱりこうすごい酷評されまして、あ、そうだったんですね、もう、その先ほど言ったようにとってもこうお米が割れやすいとかですね、あとお米が溶けやすくてもう使いづらいっていう、もう本当にこう酷評されまして、はい、でただですね、これがこうお米が割れやすいっていうのは、まあ、改善するためにどうしたらいいかっていうと、すんごい冷たい水に浸せば割れにくいんですよね、こう、はい、もう手を入れるともう痛くなるような、もう本当に、ね、あの3度とか4度とかっていうそんなこう冷たい水だと割れにくくなるっていうことと、あと溶けやすいっていうのが分かってるんであれば、最初からこうお酒にまあ水が入りますから、その水の量を増やしておけばいいっていう、はい、まあ、その2点こうアドバイスしまして、まあそうしましたらですね、非常にこうこの米はいい米だっていうふうになりましてですね、まあ、それでこうまあ現在こうどんどんこうまあ作付けがこう増えているような状態ですね。はあ、そうですか、はい、主にどんなところで作付け、はい、県内の地方ですとされてるんですか。そうですね、まあ、会津地方なんかが中心かもしれませんけども、はい、まあ、どちらかというとあのコシヒカリがこう、ね、あの作付けできるような、いわゆるこうちょっとこう 平場っていうんですか、ね、はい、平野部屋で、はい、そういったところが多いかなと思います。なるほど、そんなご苦労があって、はい、新しく福の香というね、酒造公的米が誕生したわけですが、はい、あの福島の日本酒の特徴、魅力、はい、美味しさっていうところは、はい、鈴木さんどんなふうにお感じになってますか。そうですね、あの、はい、福島の日本酒の特徴っていうのは、まあ、芳醇淡麗うま口って言いまして、うん、やっぱり芳醇っていうのは何かっていうと適度な吟醸感があるっていうことですね、はいはい、これは福島県には美島夢酵母ですとか、はい、美島きらめき酵母っていうこういった酵母がありまして、まあ、それがこういい香りを出してるかなと思います。そうですか、はい、そしてあと淡麗ですね、淡麗っていうのはあの低温で
で長期間醸造するっていう、まあ、吟醸作り、はい、まあ、これをやっているので、まあ、きめ細かい綺麗な味わいになりやすいっていうことですね、はい、そして最後のうま口ですけど、はい、これはもう、はい、あの酒本来の味わいがきちんとある、まあ、作りになっている、まあ、これは実は麹を強く作ると出来上がるんですけども、はいはい、まあ、そんなことで、まあ、そういう、まあ、芳醇淡麗うま口の味わい、まあ、これを作ってますね、はいはい、皆さんにもぜひお感じいただきたいと思います、はい、あのチャットでもいただいておりまして、はい、宗像さん、はい、金水晶を召し上がったということで、はい、昨日仲間といただきました、はい、ウイスキーのようなスモーキーな香り、はい、温度によって変わる味、はいはい、重そうで軽い美味しいお酒でしたといただきました、はい、ありがとうございます、はい、あの私先ほどね、あの、はい、誉れ酒造の純米大吟醸いただいたという、はい、いただいたんですけれども、はい、金水晶もこの福島県福島市に酒蔵があって、はい、そうですね、もちろん先生も酒蔵とは深いお付き合いがあるわけです、はい、そうですよね、はい、ねえ、まあ、確かに二級酒多かったですよねっていう、それから金水晶飲んでます美味しいです、はい、ということでね、いただいております、はい、本当にね、あの金賞受賞蔵がね9年連続日本一だったということで、はい、これは福島県に誇るべきことだと思います、はい、来年は本当に期待したいと思いますが、はいはい、そうですね、はい、まあ、うん、まあ、昨日発表になりました東北清酒鑑評会では、はいはい、まあ、結局福島県東北の中で一番でしたので、はい、まあ、ちょっとこう春にはまあ、春にはちょっと味が乗ってなかったのがこう秋で味が乗るようになってですね、ですから決してうちのこう県の技術っていうのはこう低いわけではないと思いますんで、はい、もう来年はこうもっと自信を持ってですね、はい、あのもうまた最初からやり直して、はい、また日本一を取りたいと思います。首都圏の皆さんにも、はい、楽しみに期待して待っていただきたいと思います、はいはい、さあそれではですね、そろそろお時間近づいてまいりました、はい、鈴木さんからオンラインツアーご参加の皆様にメッセージがあればお願いいたします、はい、そうですね、はい、あの福島のお酒ですけどっていうか、あのもう日本酒全般なんですけど、実はつまみと、ね、あの合わせるっていうのがすごい楽しいんですよね、こう、はい、私なんかもあのこういったあの大吟醸なんかですと、あの卵焼きっていうか厚焼き卵なんかと合わせて、はい、それが結構楽しいなと思ってますし、あと先ほども言いましたけども、あのお酒っていうのは日本酒っていうのは温度によってやっぱり変わるんですよ、味わいがですね、ですからあとこれからの季節でございますけども、あのだんだん寒くなってまいりますんで、あのまあ、缶してですね、ちょっとこう、まあ、ぬる缶ね、常温缶、熱缶とこう3種類ございますんで、まあ、その辺もこう楽しんでいただければまあ幸いかなというふうに思います、はい、はい、おつまみそして飲み方などもさまざまバリエーションありますので、はいはい、ぜひ ね、はい、たくさん福島の美味しい日本酒を飲んでいただきたいと思います、はいはい、また東京都内には日本橋福島館ミデッテなどもございますので、ぜひお近くでお求めいただいてね、手に取って選んでいただきたいですよね、はい、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。ございました。この時間は福島県日本酒アドバイザーでありまして、はい、県酒造組合特別顧問の鈴木健二さんにお話を伺いました、はい、鈴木さんどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。一つ一つ実現する福島。さあここからは福島県の観光案内をさせていただきます。お米日本酒コースでは福島県中通りの郡山市をご紹介します。郡山市の場所はこちらです。福島県の中通りの中部に位置する市、福島県を代表する商工業都市が郡山市です。郡山市の写真が写って、まあ、駅前の写真ですね、写っております。さあ準備ができました。皆さん、私は福島県の新しいスローガン、一つ一つ実現する福島、こちらの発表を着用させていただきました。さあここから郡山市をご紹介いただく方をご紹介しましょう。ご紹介は一般社団法人郡山市観光協会の事務局長でいらっしゃいます山口勇さんです。山口さん、はい、こんにちは、山口と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山口さん、今そちらはどちらにいらっしゃ、どちらでしょうか。はい、こちらは郡山駅の横にありますビッグアイというビルの22階にある郡山市ふれあい科学館スペースパークの展望ロビーになります。22階ということで、あの山口さんの後ろに広がる景色も大変、はい、
綺麗ですね、はい、一望できてますよ、はい、郡山駅のすぐ横にこのスペースパークがあるということで、そちらから中継を結んでお話をいただきます。スペースパークについてご紹介ください。はい、ビッグアイは郡山を出て右手に見える大きな建物です。でその中のスペースパークは宇宙をテーマとした都市型の科学館です。ここのプラネタリウムは地上から世界で一番高いところにあるプラネタリウムとしてギネスにも認定されています。この下21階の展示ゾーンには月面の重力を体験できるムーンジャンプや宇宙飛行士の訓練装置トリプルスピンなどで宇宙を体験できます。ここ展望ロビーからは郡山の街並みはもちろん周囲の山々も見ることができます。また、日本最大級の N ゲージの鉄道ジオラマも展示しております。ギネス認定のスペースパーク、皆様ぜひ足を運んでいただきたいですね、はい、さあ続いてはどちらでしょうか。はい、次は郡山駅から車で1時間くらいのところにある郡山布引風の高原になります。はい、猪苗代湖の南に位置し標高が約1000メートルの頂上からは猪苗代湖と磐梯山を一望できる最高のロケーションです。日本最大級の風力発電があり33基の巨大風車の下、夏のひまわり、秋のコスモスなどの花々を楽しめます。画面でご覧いただいているのは満開のひまわりと風車ですね。来年の夏にはこちらにお越しいただきたいと思います。はい、お写真からも大変風光明媚なところで、ぜひ写真撮りたいなというふうに感じた方もいらっしゃるでしょうね。はい、お願いします。素晴らしい景色を見ることができました。はい、続いてはどちらでしょうか。はい、続いては郡山市の北東部にある高芝デコ屋敷をご紹介いたします。高芝デコ屋敷、はい、どんなところ、はい、あ、なんか可愛らしい、はい、これは何ですか。これ豆だるまと申しまして、はい、高芝のデコ屋敷で作っているもので、お店でこの絵付けの体験とかもできるような形になっております。うわー、すごく可愛らしい、はい、そんな高芝デコ屋敷はどんなところなんですか。はい、こちらは全国的にも有名な玩具である三春駒場のふるさとですね。はい、でデコ屋敷と呼ばれ、4軒の家々が数百年の伝統を守り、張り子の人形やお面、そして三春駒などを作り続けて今日に伝えています。でこの豆だるまなどについても同じで、で各家が所有します人形の木型は県の重要文化財に指定されております。はい、大変建物も歴史を感じるそんな場所ですよね。はい、はい、はい、さあ続いては郡山市のお祭りをご紹介ください。はい、8月上旬に開催される郡山の夏の風物詩うねめ祭りを紹介します。はい、この祭りは奈良時代のうねめ伝説から生まれた郡山最大のお祭りです。うねめ提灯で飾られた町並み、日本最大級のうねめ太鼓の響き、趣向を凝らした衣装を身にまとった踊り流しなど、その姿は圧巻です。はい、さあそれでは皆さんに今年8月に行われた第59回郡山うねめ祭りの様子をダイジェスト動画でご覧いただきます。はい、今年の祭りは8月3日、4日、5日の3日間で行いました。1日目はうねめ神社でうねめ供養祭を行い、2日目、3日目は駅前大通りで踊り流しを行いました。今年は、59団体、3400人が参加し、参加者が趣向を凝らした衣装で踊り流しを行いました。はい、はい、今年行われたうねめ祭り、そうですね、はい、すごくたくさんの踊り手さんもいらっしゃって盛り上がったんでしょうね。そうですね、で、はい、
まあ、あと来年につきましては、60回の節目の祭りになります。また郡山市も市を制定して100周年となりますので、今まで以上に盛大に開催する予定です。ぜひ見に来て踊り流しにも参加してください。郡山市を代表するお祭り、郡山うねめ祭りをご紹介いただきました。さあ、お祭りに続いて山口さん、グルメもご紹介いただけますか。はい、郡山市では鯉料理が有名です。海に面していない郡山では栄養価の高い鯉を食べる習慣がありました。明治時代に猪苗代湖から郡山に水を引いた浅香疎水の完成後、ため池を利用して鯉の養殖が盛んに行われるようになりました。今では市町村別の生産量が全国で1位であります。猪苗代湖からのミネラル豊富な水で育った郡山の鯉は泥臭さがなく身が引き締まっており、市内の飲食店では和、洋、中と様々にアレンジした鯉料理を楽しむことができます。鯉料理、なかなか全国各地で食べることができるものではありません。珍しい料理ですからね、この機会にご堪能いただきたいと思います。鯉料理以外にも名物料理はありますか。はい、テレビ番組でも紹介され一躍有名になった福豆屋の駅弁で、のりのり弁を紹介いたします。はい、東京駅構内にある駅弁や祭りで販売している東日本を中心とする約200種類の駅弁の中から栄えある1位を獲得した日本一おいしい駅弁と言われる一品です。はい、シンプルなのり弁ではありますが、日本一ののり弁ということですから、ね、食べていただきたいですね。ビニールでいいや。はい、そしてもう一つグルメご紹介いただけますか。はい、今手に持っているところですけれども、はい、山口さんの手にも、はい、これは可愛らしい絵柄が書いてあります、はい、クリームボックス。そうですね、はい、はい、こちらクリームボックスになります。はい、まあ、これ厚切りで手のひらサイズの食パンに白いミルク風味のクリームをたっぷり塗った郡山市発祥のご当地グルメになります。はい、市内のパン屋さんで150円から200円で販売されております。高校の売店でもおなじみのパンです。はい、パン屋さんによって味や形に違いがありますので、自分のお好みを見つけるのも楽しいと思います。はい、ふわふわでミルククリームがとっても美味しいクリームボックスですからね、はい、山口さんも今手にお持ちですが、はい、手のひらサイズでペロリと1個食べられちゃうような ね、 そんな美味しいパンですよね。はい、ありがとうございます。さあ、今回のオンラインツアーはお米日本酒コースですが、郡山にもブランド米がありますよね。はい、この名前がですね、朝霞米887と言いまして、品種はコシヒカリでございます。はい、今から6年前に農家の方々が日本一おいしいコシヒカリを作ろうと取り組んでいるものです。で、粒の大きさを2ミリ以上、美味しさを測れる食味値は100点満点のところを88点以上、農薬と化学肥料を通常の半分以下に抑えるなど7つの基準を設けて合格したものを朝霞米887として販売しています。昨年は18名の農家さんが取り組みましたが、合格したのは約3割でした。まあ、天候に左右されたり手間がかかるため価格は高いものなんですけれども、本当に美味しいので機会があったらば食べてみてください。はい、またですね、先ほど紹介しましたのりのり弁とこの朝霞米887をコラボした商品が出ておりまして、のりのり弁887という名前で販売されております。まあ、郡山駅の1階の福豆屋の売店で販売しておりますが、数量限定ですのでお昼頃には売り切れてしまいます。まあ、前もって福豆屋さんに予約しておけば確実に購入できるものでございます。はい、郡山のブランド米も皆様に召し上がっていただきたいですね。はい、さあ、郡山には酒蔵もありますよね。はい、郡山には5つの日本酒の酒蔵があります。
その中で、新田本家という蔵元は、無農薬で化学肥料を使用しない有機米と井戸水でお酒を作り、自然酒という名前で販売しています。また郡山市にはお酒の他にもウイスキーの蒸留所やワイナリーもございます。どちらも見学ができますので、ぜひお越しください。さあ観光グルメとご紹介いただきましたが、はい、観光グルメ楽しんだ後はゆっくりお泊まり、はい、宿泊をしたいと思います。郡山市には温泉もあるんですよね。はい、郡山には磐梯熱海温泉という名前のものがございます。こちらはおよそ800年余りの歴史を持つ温泉で、ここにも伝説がありまして、南北朝時代に京都の公家のお姫様である萩姫様が病にかかりましたが、ここのお湯に浸かったところたちまち病が治ったと伝えられております。泉質はアルカリ性の単純温泉です。ここのお湯はよくトロトロと言われますが、これはお湯とお肌の古い角質が反応してお肌の汚れが落ちやすくなるからです。それで美肌の湯として知られております。女性の皆さん気になったという方もいらっしゃると思います。美人の湯ということでもありますので、ぜひお出かけください。郡山市の観光協会では旬のおすすめや観光スポットをグルメ、お土産、イベントや温泉、宿泊を紹介するウェブサイト郡山へ行こうを運営しております。ぜひ皆さんこちらのウェブサイトもご覧になってください。さあ山口さん、まだまだ紹介したいところたくさんありますが、お時間となりましたので、はい、郡山市の観光紹介以上となります。皆様に何か最後メッセージがあればお願いします。はい、今日紹介したものにもいろんな楽しいことができるところ、おいしいものもいっぱいございますので、ぜひ郡山においでください。新幹線で東京から1時間ちょっとで到着しますので、ぜひおいでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、山口さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。観光案内ということで、福島県中通りの郡山市の観光情報をご紹介しました。一つ一つ実現する福島。それでは最後は県産品を食べてみよう、調理方法紹介のコーナーになります。今回は福笑いの最高に美味しい炊き方をご紹介します。調理いただいたのは東京広尾の名店わけ徳山の総料理長、野崎総料理長です。野崎総料理長は NHK を中心にテレビのご出演も多く、2020東京オリンピックパラリンピック選手村のメニューアドバイザーも務められております。福島県石川郡古殿町のご出身で、福島応援シェフのお一人でもいらっしゃいます。令和5年度福笑いの新しい CM 動画も合わせてご覧いただきます。ナレーションは俳優の松重豊さんです。6分ほどの動画になります。どうぞご覧ください。松重豊感激、これぞ日本一を目指す米、炊きたてもおにぎりも、あのうまさ思い出すだけでうひょー、福笑い冷めてもうまい。一つ一つ実現する福島。松重豊と申します。あなたは福笑いのうまさ知ってますか？え、まだ？それはもったいない。香り、甘み、ふくよかさ、これぞ日本一を目指す米、福笑い福島から。一つ一つ実現する福島。わけ徳山の野崎博光です。福島が生んだ傑作の米、福笑い、美味しく炊ける方法をお教えします。米農家の思いを十分に堪能してください。美味しいですよ。水
水を一回入れて軽く揉むようにしてください。なぜかというと米ってよく見るとひびが入ってるんですよ。あまり強く研ぐと割れてしまうんで、昔はよく研ぐということをお教えしますけど、今そんなに悪い米がないんですよね。ですから、水を3回ぐらいこう入れ替えするだけでよろしいかと思うんです。15分つけ置いて吸水しましたらザルにあげてしまいます。15分置いときます。水をですね30分しないと米が芯まで到達しないと思ってくださればいいです。実はこういう蓋付きの、保存容器によく水切った後入れとけばですね、半日後に炊いても構わないです。米はですね浸水すると 1.2 倍ほどふやけてます。米もし茶碗に1杯としたらですね、水量を9割方入れた、これでご飯を炊くっていうことです。こういうふうにとか指をさせたら、これは一番危険です。これはいい加減です。それは鍋の側面とか下の平らさによって全部変わりますから、浸水させた米に対して同量弱の水を入れるってことであれば誰でもできます。3合ですと水分は 540cc ぐらいですね。それが一般的な目安です。今回は土鍋でご飯を炊こうと思いますけど、一番楽だから土鍋で炊くんです。金属は熱の伝わりがちょっと激しいんですよね。強弱はだから難しいんですけど、土鍋の場合は余熱でも炊けるんです。実は浸水させた米を炊けば20分ぐらいで炊けますから。ご飯を炊くときに昔からはじめちょろちょろ中パッパ赤子なくとも蓋を取るなっていう格言があります。でも土鍋で炊くときはパッパから炊いてください。米を洗いまして水につけとくことは一緒でございます。でその後にですね、やはり、洗い米をこの中に入れて炊いていきます。こちらは本当にあんまり難しくないんで、ただし、決まった水分を入れて炊いていくんですけど、この時はスピード炊きか早炊き高速炊きっていうような炊き方をしてください。なぜなら米がもう浸水してございます。浸水させた米の水を捨てて新しい水で炊くから米が美味しくなるんです。新しい水で、早炊きスピード高速炊きで炊いてください。香ばしさが来るぐらいまでちょっと強火にして、はい、水分がなくなってきましたら、ここから今度弱火にして徐々に徐々に焦げないような火力にしていってください。火を止めます。香りが美味しいって、この香りが一番こう大事なんですよ。で口に入れておかずと混じり合う感じがすごく美味しいわけ。これ日本人特有の口内調味って言って、口の中で合わせながら自分に一番合う食べ方をするっていうことが、その役割をするのがご飯なんです。実を言うと福島は震災や何かあった時ね、米を作れなくても作れなかった時期があります。でもその思いを福笑いに皆さん託したんです。ですからこの米に期待を込めて、僕らはそれ以上の美味しい米を食べましょうということで、作る手もそれに対して一生懸命作りましょうという、炊いていって美味しく食べましょうということがやはり僕らの目的だと思うんですよね。ただ口の中に運ぶんじゃなくて、思いを運ぶことによって美味しさが倍増するんです。この福島の新しいスタートとしての福笑いという米を普及していってほしいですね。皆さんいかがでしたか。野崎総料理長直伝の福笑いの美味しい炊き方、本当に美味しそうでしたね。ぜひ皆さん今晩試してみてください。一つ一つ実現する福島。